お待たせいたしました。それでは選手に登場していただきます。まず16年連続16回目の出場、2007年2015年 G1 クライマックス優勝、 IWGP インターコンチネンタル王者、100年に1人の逸材、棚橋弘選手の登場です。
匠ザック・セイバージュニア選手の登場です。11年連続12回目の出場、敏腕プロデューサー矢野徹選手の登場です。
回目の出場、2016年 G1 クライマックス優勝、 IWGP US ヘビー級王者、ザ・フリーナーケニー・オメガ選手の登場です。2回目の出場、コールドスカル、真田選手の登場です。現在の心境や抱負を頂戴したいと思います。まず A ブロック棚橋選手からセンターの演台にてお願いいたします。
キャプテンに一人抜きたい、棚橋義です。今回の G1 で注目してほしいのは、ブロック分け。B ブロックは、IWGP のチャンピオン、US チャンピオン、ネバーのチャンピオン、たくさんチャンピオンがいますけど、A ブロックのチャンピオンは僕だけなので、チャンピオンとして A ブロック勝ち上がって、B ブロックは誰かな。とにかく主演映画も決まりましたので、G1 覇者として主演映画そう、もう俺はイメージできてるから、この G1 が終わった頃にはネクストレベルへ、次のステージへ、チョックラ優勝して、
常になるんですけど、今回も初めから全力で出し尽くして、いい結果を出したいと思います。大爆発します。ありがとうございました。続いて後藤選手お願いいたします。出れてよかったねぐらいにしか思ってなかったと思うんですけど、今年俺は2年連続出場して、周りの見てる人も絶対去年と俺を見る目は違うと思うんで、俺は今年は去年以上の結果とインパクトを必ず残します。バットラックファレ選手、お願いいたします。That was a really good speech. I was planning to say. Where are you going, Fakaro? Huh? You want to wait till Fakaro? You want to do it now? I'll fuck you up right now! G1 クライマックス記者会見ということで言うことを用意してきたけれども邪魔されたようなのでということで、真壁選手に、お前は何を考えているんだ、自分を倒せると思ったらお持ち帰り。ありがとうございました。続いてザック・セイバージュニア選手、お願いいたします。Junior here. My motivations for the G1 climax. Well, apart from the inevitable decline of neoliberalism, I'm generally motivated by making sure that my suit is always more ironed than large Michael Elgin. But apart from that, this is very exciting, isn't it? I think if you have any qualms about me being in a heavyweight tournament by the end of this,you'll be proved wrong, because in Sapporo, I will submit Tanahashi. I'll beat everyone else in my block. Hopefully, I'll face my boss, Suzuki, over there in the finals. And you'll see why I'm not only the best technical wrestler in the world, I'll be the best wrestler in the world. Lovely. Cheers. このトーナメントに対する自分のモチベーションはもちろんマイケル・エルガンよりも自分の方がスーツをかっこよくこなしているかどうかというところもあるけれども、なんといってもこのトーナメントがなぜこんなにエキサイティングかというと、ヘビー級のトーナメントに自分が出場しているということはもちろん、自分がここで勝ち上がっていくというところだと思う。第一戦札幌では棚橋選手をしっかりと倒して、そして最終的にはファイナルで自分のボスである鈴木みのるを倒し、
自分がテクニックだけではなく本物のプロレスラーであるということを証明したいと思う。ありがとうございます。続いて内藤選手、お願いいたします。クライマックスとはこれ以上ない踏み台だと思います。踏み台、要するにこれ以上ないジャンプ台ってことですね。かつて俺はそのジャンプ台を踏んだんですが、ジャンプ台のバネをうまく利用することができませんでした。ですが今の俺なら G1 クライマックスという名のジャンプ台のバネを最大限活かせることでしょう。そのジャンプ台を踏んだ時、一体どのぐらいの高さまで跳ね上がるのか、そしてそこからどのような景色が見えるのか、いろいろ想像しながら今年の G1 クライマックス楽しみたいと思います。あと同じ A ブロックに最後の夏の思い出作りのためにエントリーした選手とか、この1年間ほとんど試合をしてこなかった選手がいるわけですが、そういう選手がエントリーする大会じゃないんですよということを彼らには嫌というほど味わっていただきたいと思います。それでは皆様、月曜日北海北エルでお会いしましょう。アスタルネス、アディス。ありがとうございました。続いて岡田和親選手、お願いいたします。
もう一度言います。私は一切の嘘をついておりません。差し当たりまして、日本では無認可の 100mg くらいの薬を飲んで頑張りたいと思います。ありがとうございました。続いてマイケル・エルガン選手、お願いいたします。Zach, thank you so much for being so concerned with my suit. I'm hoping, though, that when you wash my clothes later, you can iron this out as well, please. Right. Most importantly, you look up here and you see 20 of the greatest wrestlers on the planet today. And you look at B Block and there's 10 of us. Three of them being champions. Okada, Kenny, Suzuki. I mean, glasses on the inside, huh? Good for you guys. The goal isn't just to be the G1 Climax champion. The goal isn't just to go on to Wrestle Kingdom. The goal is to beat Okada, to beat Kenny, and to beat Suzuki. まずはじめにザック、自分のスーツのことを大変気にしてくれてありがとう。自分のスーツかっこいいかな。そして今回この地球上で最高の20人のレスラーがここに集っている。 B ブロックには10人、そのうちの3人がチャンピオンである。岡田選手、ケニー・オメガ選手、そして鈴木選手。室内でサングラスしている選手もいてかっこいいですね。とはいえ自分の目標はここでチャンピオンになるだけではなく、レッスルキングダムに出場するだけではない。この今ベルトを持っている3人のチャンピオン、彼らを倒すことというのが自分自身の一番大きな目標である。ありがとうございます。続いてジュース・ロビンソン選手、お願いいたします。Hey everybody. Man, I really wish that I could stand up here and tell you confidently with 100% certainty that I was going to walk out with this trophy at the G1 final. I wish I could tell you that I was going to win the B block and go on to face the winner of the A block and mop the floor with the man, but that's, you know, that's highly unlikely, and I know that. I know that I got my work cut out for me. I know I might be a little in over my head. I mean, look it up here. There's champions. There's legends. There's former G1, and then there's Juice Robinson. So one thing I can do and one thing I will do is give it everything I have every single night. And I will prove that I do deserve to be up here with the best wrestlers in the world. And I will prove that I belong in this tournament for the years to come. Thank you very much, guys. みなさん、こんにちは。できることなら、ここに登壇して、皆さんに 100% の自信を持って、決勝に進み、勝つと高らかに宣言したいところです。しかし、この B ブロック、さっきもコメントがあったように、チャンピオンが3人もいると。チャンピオン、そしてレジェンド、元 G1 覇者と僕。こういうメンバー編成でこの B ブロックが戦われる。ここで 100% 勝つというコメントを残すのではなく、自分は一試合一試合を大切に、そこで全てを出し尽くして自分自身の強さを証明してからこその優勝というものをもぎ取っていきたいと思う。自分を証明して第1回だけではなくて2回3回とこれからも G1 クライマックスに出場できるように頑張ります。ありがとうございました。続いて小島選手、お願いいたします。小島です。昨年の今頃は様々な悩みや
葛藤を抱えた夏になりました。今年は何の迷いもありません。私のため、私を応援していただく皆様のため、そして昨年感動をくれた天山広之のために、必ず優勝します。以上です。ありがとうございます。続いてケニー・オメガ選手、お願いいたします。Now, I could be wrong, but you guys probably remember me. I'm the guy making this company millions and millions of dollars. I'm the guy that is single-handedly putting New Japan on the worldwide map. I am also the guy that won last year's G1. And I can say with a certainty that I'm looking very forward to this year's G1 as well.Yes, we have champions, we have legends, we have up-and-coming stars. But the difference is, in the G1, the matches are made. You can't hide behind promotion. You can't hide behind the office, or the angles, or the fans, or your championship belt, or the booker. In the G1, it is man versus man.And as much as I respect each and every one of you, I will respectfully expose each and every one of you. None of you are on my level. And no matter how you dress yourself up, no matter how cool your ring gear is, your entrance music, the masks will come off.And at the end of the tournament, yes, my legend will further be continued. Kenny Omega, the first Gaijin champion to win two G1s in a row. Thank you, everyone. Goodbye and good afternoon.ここにいる皆さんは覚えていると思う。自分自身がこの新日本プロレスに何百万ドルもの利益をもたらしたこと、そしてこの団体を世界規模にしたこと、もちろん G1 の去年の覇者でもある。今年の G1 クライマックスも大変楽しみにしている。このメンバーの中にはこれからのスター、そしてレジェンド、チャンピオン、元チャンピオンという名だたるメンバーが揃っている。しかし、そのような自分たちが持っているタイトルに逃げ隠れすることはできないのがこのトーナメントの良さでもある。チャンピオンベルト、もしくは自分を雇ってくれている団体などに逃げ隠れせず、男と男1対1の戦い、これが G1 クライマックスである。ここに参戦している一人一人の選手たち、自分は敬意を持って対戦し、彼ら一人一人の姿、そして自分のレベルにはまだ達していないということを知らしめようと思う。いくら入場曲、衣装、マスクが素晴らしくかっこいいものだとしても、それを全て剥ぎ取ってみせよう。そして自分自身の伝説、レジェンドは続いていく。私が初めての外国人選手 G1 クライマックス2連覇をしてみせる。グッドバイ&グッドアフター。ありがとうございました。続いて、タマトンガ選手、お願いいたします。
sitting at the same table with a couple new faces. Over there. It's my second year. Seeing on social media that I gotta prove something. Fuck you. I ain't gotta prove shit to none of y'all. I've been proving myself since the day I fucking set foot on this goddamn island. You wanna make this a real tournament? Why don't you have that shit in America? Why don't you have the G1 in America? Against American guys in America, in Europe? It's boring now, here in Japan, against the same guys who are aging, mind you. You got young bucks like us. Shout out, young bucks, what up? Coming up, you got Kenny Omega, best in the world, about machine, leading the way for who? For Bullet Club. Bullet Club. Bullet Club has been leading this company for years. Years. Admit it. He didn't put y'all on the map. He didn't. Not in the world. Bullet Club put Sinihon Pro Wrest on the world stage. Prime example, G1 Special in LA. If you all were there, packed house, sold out. 85% of the fans was wearing Bullet Club. Not Suzuki-gun, not Los Incognables, definitely not New Japan t-shirts. Bullet Club. We are on a world stage and we're still having a tournament here. Everybody's trying to fight each other here, but nobody wants to go abroad thinking of the future, thinking of the bigger picture. But you know who is? Bullet Club. This G1? Shit. That's nothing to me. I come into work every day, 100%, whether it's a pay-per-view show or a house show. I work my ass off. This tournament will be no different. No different. Nothing changed with me. I still work my ass off. And everybody here, they know that. When you go against me, you better bring your A game. Because I'm a competitor. That's it. I don't give a fuck about winning. I compete. Bullet Club is led by Omega, rightfully so. And if you want to take over the wrestling world, you would follow Bullet Club. G1 クライマックスというこの戦いそのものに自分はどうでもいいという感情しかない。正直なところこんないつも対戦して顔を合わせているようなメンバーとタイトルがつくからといってまた同じようなことを繰り返すことに自分は何の意味も見出せないでいる。2年目の出場とはいえ新しいメンバーが何人もいるかもしれないけれども似たようなメンバーとこの日本で試合をすることに何の意味があるんだ。自分はどんなトーナメントだろうが大きなステージだろうが関係なくこの新日本プロレスで入団したその1日目から自分の強さを証明してきた。ソーシャルメディアでは自分が何かを証明しなきゃいけないというコメントを見たけれどもそれに関しても自分は1日目から証明してきたつもりだ。もしこの G1 クライマックスというのが特別なトーナメントなのだとすれば日本だけではなくアメリカでやったらどうだ。日本人の中でこの中で一番を決めるのではなくヨーロッパ、アメリカ、世界中から連れてきたレスラーと戦うことで世界一を決めればいいと思う。
そしてこのような年老いていくレスラーの中で自分が戦うことについてすごく疑問を感じている。ならばもっとヤングバックスとか若い選手たちにもチャンスを与えるべきだと思う。バレットクラブのリーダーであるケビン・オメガが今回参戦しているが、自分含めバレットクラブがこの新日本を、この団体を率いてきたと思っている。新日を世界規模なところまで持ち上げたのは私たちである。 G1 スペシャル in LA を見てくれればわかると思う。満員の観客のほぼ 90% がバレットクラブのグッズを着ていた、身につけていた。ロスインゴベルナブレステハコンでもなく、鈴木軍でもなく、新日本プロレスのグッズでもなく、バレットクラブのグッズを身につけていたのをみんなも見たと思う。これだけ世界規模になってきているのにまだ日本でやるということが私には理解できないし、バレットクラブこそが最強である。自分自身は 100% それがテレビ中継があろうがなかろうが戦っている。 G1 でも同じことをするだけ。そしてバレットクラブのリーダーケニー・オメガがこのレスリングの世界、プロレスの世界を制覇するだろう。そうしたらみんなバレットクラブについてくるがいい。ありがとうございました。続いて鈴木みのり選手、お願いいたします。選手の皆様ありがとうございました。
ここでプレスの方からご質問をお受けしたいと思います。ご質問の方は挙手の上、媒体名、お名前をお願いいたします。いかがでしょうか。なお本日は開店後の囲みは予定しておりませんので、ご質問の方はこの場でお願いいたします。はい、新日本プロレス公式です。内藤選手と樋口選手に伺いたいんですけれども、内藤選手は、先ほども、おそらく樋口選手のことを指していると思うんですが、ほとんど試合をしていないということとか、オフィシャルのインタビューで消化試合であるとかということで、樋口選手の出場にご疑問を呈していますが、改めて、樋口戦、開幕戦ですけれども、について、じゃあまず内藤選手から伺います。まあ、何度も言ってきましたが、彼は一体この1年間何試合したのか。まあ、確かに彼が素晴らしい選手であることは知ってますよ。皆様の期待を背負っているのも知ってる。ただ彼を何試合やったんだと、確かにお礼にできない経験はしてきたのかもしれない。でも彼が経験できなかったことを俺であり他の選手はしているわけだからね。年間100試合以上こなしているわけで、例えば年間10試合程度でベストを出せるんだったらね、新日本プロレスも年間10試合しかやらないよ。それでベストが出せるんだったらみんな10試合しかやらないよ。本当に彼は何かをやりたくて10試合しかやっていないのか、それともサボっていただけなのか。まあ札幌のリングではっきり分かるんじゃないですか、その答えが。僕をできたらがっかりさせないでいただきたいなと心の底から思ってますよ。ありがとうございました。じゃあ井口選手、今の内藤選手のコメントを受けて札幌開幕戦の、はい、いたします。そうですね、この、1年、2年で、お互い の, その内藤さんと自分の、立場だったり、状況は、変わったと思うんですけど、僕も本当に何度も言ってるんですけど、やっぱり自分がやってきたことも内藤さんに経験できないことだと思う。あとは、いろんなことを言われましたけど、特に、何の問題もないと思います。試合で見せます。じゃあもう、はい、はい、すいません、B ブロックの方なんですけども、ケニー・オメガ選手と鈴木みのる選手に伺います。この二人は、バレットクラブと鈴木軍のリーダー対決であり、今チャンピオン同士の対決であり、そして初対決ということで非常に注目ありますけども、この試合に関して、まずケニオメガ選手から、対鈴木戦というのを伺うに関してコメントいただければと思うんですけども。 Yeah, look, we've got no beef together. Suzuki-gun and Bullet Club, we're both heels. We're living in the same worldThe same universe of being bad guys. I don't want to hurt Suzuki, and hopefully he doesn't want to hurt me. So let's have a fair contest. You know, we have to preserve our bodies. So let's go out there in that first match and fight like gentlemen. And may the better man win.鈴木軍とバレットクラブは同じヒールであり、鈴木選手と自分は同じ世界の住民であると思っている。自分は鈴木選手を必要以上に痛めつける、思いもないし、彼も同じ思いでいてくれると願う。長いトーナメント、体力を温存しなければいけないこともあると思う。ぜひジェントルマンらしく、紳士らしく戦い、そしてその日より強かった方が勝つというような展開を望みます。いや、この対戦決まった時からさ、ストレスが溜まりまくってんだよね。もう早くなる
殴りたくて殴りたくてしょうがない。あとのことは後で考えるよ。なあ、ケニー・オメガ。どっちが強いとか、どっちが偉いとか、どっちが悪いとか、どっちが上とか、どっちがチャンピオンとか、どうでもいいよ。俺はお前を殴りたい。力の限り殴り続けたい。それだけ。棚橋さんをお聞きしたいんですけども、同じブロック、イブスさんが棚橋さんと対戦楽しみにしてらっしゃるんですけど、棚橋さんから見て、今回の G1 のイブスさんの存在をどう捉えてらっしゃいますか？ポイントで言うと、棚橋対イブシが組まれているのが、鹿児島ということで、イブシ選手の地元だということ、まあ、そのシチュエーションで棚橋がどう戦うか、イブシがどう戦うかっていうところには注目していますが、その他の選手との対戦は、好きに暴れてください。あと永田さんにも聞きたいんですけども、先ほど内藤さんが多分永田さんのことを指したと思うんですけど、まあ、思い出作りみたいなのが調圧されましたけど、それに関してはいかがですか？そうですね、まあ、最後の G1 って歌いましたので、まあ、それについて最後、永田裕二はこの G1 を楽しんで去っていくだろうと思われたと思うんですけれども、何もその思い出作りっていうのが自分のためでだけではなく、対戦相手、そしてそのね、見てるファンの人たちに思いっきりそのインパクトを残すと、つまり相手にはこれ以上ない永田の蹴り技を受けてしまったという、ずっとこの先彼がね、現役生活を続けていく中で、あの技はもう強烈だったっていう思いを体に刻み込むっていうのも一つの思い出作りですし、そしてファンの皆様にね、まあ、最後の G1 ですけど、永田裕二はこの G1 クライマックス去る必要はないんじゃないかという思いをね、伝えるようなファイトを目いっぱいするのも一つの思い出作りかな。そして対戦相手、ファンの皆様にそういう思い出作りをさせた後、最後は自分はね、この大きな栄冠を取って最後の G1 いい思い出作りできればという意味があるってことをね、ちょっとここで言わせてもらえたらいいかと思いました。最後に B ブロックなんですけど、真田さんとイービルさんの同門で同じブロックで対戦なさいますけど、それぞれその対戦について何か思うところございますか？イービル戦は自分の中で一番楽しみにしている戦いなので、皆様が目と心に刻んで見てほしいです。B ブロックの中で一番熱くてダークネスに輝いてるのがこの一戦だよ。この天才を倒して俺が G1 クライマックスを制していく、うん、熱くなるぜ。まあ、僕の中ではチャンピオンは B ブロック一人しかいないと思ってます。ただベルトを持ってる人が他にもいるというだけで、本物のチャンピオンは僕一人なので、まあ、腰にベルトを何人巻いていようとも、僕が IWGP ヘビー級チャンピオンの戦いをしっかり、チャンピオンの戦いを選手にも、B ブロック同じ選手にもお客さんにもしっかり見せたいと思います。